はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。僕平将様、僕万能様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠に誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。福島県立平商業高校の略ですね、平将は、福島県立いわき農業高校の略ですね、万能様は、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。兵庫県百条委員会に奥山俊博上智大教授が出席。これ公益通報制度に詳しい専門家、告発書には公益事業法が含まれている知事らの告発者停職処分は公益通報者保護法違反と思うと、これでですね、不正を暴くが不法にグレードアップしましたね。公益通報者保護法違反がどのぐらいの罰則つくんだかわかんないですけど、刑事罰にグレードアップ、不法行為つまり犯罪にグレードアップしたという大ニュースであります。知事らは文書の内容は公益通報には当たらず処分は適正だったって言い張ってるそうであります。ああって感じ。公益通報者保護法で守られている告発者をですね、嫌がらせの言論封鎖目的で停職処分にしちゃって、その結果自殺に追い込んじゃったんですね。スターリも真っ青の、粛清ですよね。違法行為だし、これ肝心ですね。違法行為、保護法違反、やべえな。これ不正を追及じゃなくて不法追及に、刑事罰の恐れもありますね。斉藤知事の側近でですね、停職処分を下した当事者の猪本智明前総務部長、体調不良と殺害予告されたことを理由に百条委員会での証言を欠席したって逃げたんですね。そんなの許されんのか。殺害予告の詳細は先月から病気を理由にずっと休んでるそうなんですけど、仮病だよね。逃げてるよね、これね。世論です。すがすがしい逃亡やね。処分が適正だったなら逃げる必要ないだろう。全くだ。処分が適正だったって言い張ってんだから、まあ、詳しい教授に違うよって言われてますけど、脅迫されたといえば出席しなくていいのか。政治家の皆さん、今後はこれで。体調も悪いし身も危険だが県の部長を辞める気はない。加害者のくせに被害者面。斉藤元彦、その手があったか。殺害予告の開示請求しろよ。本当にあったのかそれ。休んでても部長待遇かよ。公務員はええな。逃亡は悪事の自白だな。殺害予告をされたならば警察に行けよ。百条委員会は偽証できないから逃げてるようにしか見えない。自宅とオンラインつないで証言させろ。こいつも主犯格の一人なんでしょ。そのうち遺族から民事で訴えられろ。嘘に嘘を重ねて逃げて逃げて、その後はどうするつもりなんだろうね。異動願い出して総務付けになってるみたいね。このままいくと依願退職かな。4月に自死された課長のお子さんのために有志が寄付を集めてたけど、辞めさせたのもこいつ。絶対に許せない。あるいやっちゃな。側近が次々とんずらしてるとこが知事の人望のなさ。副知事も早々に逃げましたもんね。辞めて猪本元部長が遺族のために募金を中止させたそうで、知事の側近通過、知事の本体だった可能性もあんな。人事は総務の仕事だから停職処分を下した張本人も張本人ですね。処分は適正だったと言い張ってる張本人が証言から逃亡しちゃってますね、これね。逮捕なんてこともあり得る状況だもんな、これ。虚偽の陳述をしたときは3ヶ月以上、5年以下の禁錮。嘘ついたら重いですね、5年以下。なので百条委員会では嘘を言えません。正当な理由がないのに議会に出頭せず、もしくは記録を提出しないとき、または証言を拒んだときは6ヶ月以下の禁錮または10万円以下の罰金。体調不良と殺害予告って正当な理由なのか。どっちも本当なの
体調不良って本当なの？殺害予告って本当なの？体調不良は医師の診断書を提出させてですね、殺害予告の方は警察に捜査させてですね、そんなのが本当にあったかどうかね。殺害予告だったら警察に相談ぐらいしてんでしょ？当然予告が怖くて殺害予告が怖くて自宅から出たくないって言うんだったらリモート証言させなさいよ。人が死んでるんだし、そのぐらい当然でしょ。悪を逃がすなと、これは不法行為、不正を暴く百条委員会から不法犯罪を暴く百条委員会になってきましたね、これね。これ警察の手に渡るんだろうか、違法行為が確実にあったってなったらね。日テレが自民党員、自民党友を対象に次の総理を調査。1位はなんと石破茂、なんと、いつもなんですけどね、石破 28%、 小泉 18%、 高市 17%、 上川 7%、 小林 5%、 林 4%、 河野 3%、 青山さん 3%、 茂木 2%、 加藤 2%、野田聖子ね、1%、 斉藤健 0% という結果になりました。世論です。野田聖子とかアホかよ。マスゴミのこの石破愛はなんなん。石破が人気あるわけねえじゃん。こんなことしてっからテレビ離れが起きるんだよ。バカの一つ覚えの石破推しと、テレビ離れっていうか若い人は最初からテレビ見てねえから離れるも何もないんですけどね、自民党員が裏切り者を推すわけないだろう。党員は誰でもなれるから左翼だらけ。こういう調査で石破が毎回1位なんだが4連敗総裁選4連敗、今度5回目だよな。 5回目の正直。周りで石破を推してる人一人もいないんだけど、俺は別の世界で生きてるのか。普段女性の権利がとかほざいてる奴らが高市さんを応援しないのが笑えると。まあ日本のフェミは偽フェミですからね。とある在日韓国人、自民政権のままでも石破総理ならなので、石破総理だったら韓国人に特にメリットがある模様であります。日テレ内部は韓国人だらけですもんね。あと中国人とね、毎回謎に石破推しでも4連敗中で、総裁選に出るたびに人気が落ちてる現実。今回もこうやって日程で盛大に石破さん人気ありますっつって、で惨敗してですね、また信頼性、テレビの調査なんか信じられるかってことになるんでしょうね。石破 28%、 小泉 18%、高市さん 17%。 石破って推薦人20人集められたの、そういえば、上川野田聖子は、苦戦してるって聞きましたけれども、小泉と高市さん結構接戦ですね、この調査では。石破は自民議員の支持ないから、小泉高市の決選投票になりそうだなって思っております。自民党員じゃない、自民議員がどちらとのツーショットポスターなら当選できるかと考えたらですね、小泉バカだが、知名度と好感度が高い、愛されるバカ、愛されるタイプのバカ、クイズで変なこと言うバカとか、必ず一人二人は入れてないとダメですよね。高市さん、初の女性総理として注目度と価値がありますね。おっさん受けと女性受けも良さそうだな。これ小泉が総理になっちゃうとですね、ガースと河野太郎の神奈川組の力がですね強くなりすぎちゃって、麻生さんとかはそれは好まないんだけど、決選投票ではじゃあ高市さん応援するかなってなるんじゃないかなんていう噂です、噂。河野 3% しかねえでやんの、前回決選投票で2位だったのに落ちぶれましたねこの人。まあ自業自得ですけどね。総理になったらマイナポータルを使って国民全員の金の出入りを把握するとか、国民全員確定申告してもらう、まあこれで人気が落ちないわけもなく自業自得なんですけどね。今年の新米が出回り始めたが、昨年の5キロ1500円から2000円から大きく値上がり、3000円超えで販売されている現状に農水省、米離れが起きてしまう、危機感をあらわにしたそうであります。世論です。農水大臣は多少の値上がりとかほざいてたけど、海外に売りたいだろうし、まあいいんじゃない。5キロ5000円時代も近い、今までが安すぎたんじゃ。米高いけど米農家が儲かってるわけじゃないんだよな。地震で買いだめしてるアホのせいで米問屋が価格を釣り上げるために出荷制限している。30年前のコシヒカリは10キロ5500円だからそんな上がってないぞ。5キロ2700円ってとこだもんな。
輸出が好調で過去最多って記事に対してですね、だからスーパーに米がないんだ自民がって騒いでるあのバカいましたけれども、輸出過去最多つっても国内消費量に比べたら本当ビビたるもんですからね、今の高値はテレビに煽られてですね、50キロも100キロも買い込んじゃったあの情弱さんのせいだと思うな私、農水省が慌てなくてもまあそのうち落ち着くでしょうこれ、10年前10キロ5500円だそうだから5キロ3000でもそんな上がってないよね。むしろこの10年間で全然ね、経済成長してないってことで、そっちの方嘆くべきだよね。物の値段が上がってないイコール経済成長していない。終戦から10年経った1955年、69年前ですけれども、の公務員初任給5900円でした。あははは。69年前、70年前ね、ほぼ5900円でした。その頃は、自転車が1万5000円ぐらいで、まあ、初任給の3倍で立派な高値の花だったみたいであります。初任給の3倍の自転車パクられたら泣くよねこれね。白黒テレビは6万5000円こちらもあの高値の花ですね。初任給の10倍以上だから今で言ったら200万円以上の価値あったのかな。その後の高度経済成長で物価も給料も上がって今に至ると、だからあの物価も上がらないと賃金も上がらないですもんね。で、あの物価も賃金もじり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 上がっていくっていうのが経済成長というもんだな。ゼロ戦の値段、戦前じゃないや、終戦前作ってたゼロ戦の三菱重工のあの納入価格が5万いくらでした。5万いくらでした。日露戦争の国家予算が1億円でした。で、日露戦争のために1億円借りちゃって、2億円、で、まあ、大変だったみたいですけれども、今日の単身です。中日スポーツ、河野太郎がデジタル大臣の発言で、税務署パンクがトレンド入りしました。中日スポーツ、記事概要、SNS で年末調整を廃止して全ての国民に確定申告をしていただきますと投稿し、ネット大荒れ、税務署パンク、面倒やめてくれ、効率悪い、税務署パンク、一人で申告できないとは新たな出費、そのためにマイナンバーカードで全ての国民の所得を把握だって、その前にお前ら自民党議員がちゃんと税金払えよなど、スポーツ紙でも書いてくれとですね、まあツイッターで大荒れしたからツイッターやってないとも知れていいですね。河野ね、あの改心せずにそのままあの行儀悪いままバカなこと言いつつ突っ走ってほしいですね。なんで私を訴えることをどこも報道しないんだろうか。格好のあの河野さん的に使えんのにね。現役大臣が一般人を訴えたなんて史上初ですからね。ボルボ、2030年までに全車を EV にしますって言ってたけど、あれやめますやめます。欧州勢はあの家電のようにポンポコ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 作るんですね。中国製のあの安物に全然勝てないみたいであります。最近ではあのフォルクスワーゲンがですね、ドイツ国内の工場を閉鎖し、怒った労働者がデモしてるしね。日本に全然勝てない、規制を厳しくして日本車締め出そう。マツダのディーゼルが正攻法で規制を突破しました。自分らは検査の時だけですね、いいデータ出るようなインチキして合格していたことがバレました。ディーゼルのインチキがバレた、次は EV や。中国製の安物に勝てませんでした。政治家使ってですね、あの規制強化ルール変えれば自分らの首も締まんのに、それもわかんないのかな。バカっすねなんか自動車メーカーの経営陣、欧州のなんてあの高級取り揃いだろうに、バカっすねまあ卑怯卑劣とも言いますけどもね。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。